ブラザー、サンキューブラザー、せーの、アリーゴー。すごい並んでる。第1回目だ、初めて学祭。すごいな。はい、ということで本日はサムネにもある通り、JFL 第10節丸安岡崎 VS マッシュがね所属してる沖縄 S パーセンということで、そのねあの様子を見に行こうと思ってたんですが、なんと現在時刻、2時36分試合キックオフは1時ということで、今僕はどこにいるかと言いますと、岡崎にはいるんですが、あのもう3個ぐらい山を越えてですね、あと会場まで10キロぐらいの地点にいます。っていうのもあの前日にですね台風の影響でめちゃめちゃ雨が降って、高速道路は使えず、であの下道でね迂回したんですけど、迂回した先でも3つぐらいですよね、行き止まりになって、いろいろ道を変えてたらちょっとこんな時間になってしまったということで、ベストは試合がもう終わるギリギリぐらいですよね。めちゃめちゃ急いでそんぐらいなんですけど、おそらくちょっと間に合わない説が濃厚なんで、あのそこも回しちゃおうということで、ちょっとね動画を回させていただいてるんですけど、じゃあ僕は誰の車乗ってるのかと、いつもみたいな第一か、それともかけるか、違います、アミーゴ あのめちゃめちゃ大ファン あのひろこさんという女性の方で、昨日ですねストーリー乗っけたところ、乗ってきますかとお声掛けいただいて、ちょっと急遽ひろこさんの車でね、もう何時間ぐらい乗ってますマジでもう4時間ぐらいですかね、一緒にちょっとねドライブを楽しんでいます。今日はまあこの動画の目標は本当はね試合を観戦して、あのJFL がどんな雰囲気なのかお伝えして、まあいろいろねスタジアムクルームとかもご案内しようと思ってたんですけど、マッシュに会えればいいと。そうっすよね、もうひろこさんもあのアミーゴのねサインをちょっと今ね集めているらしく、あとマッシュが揃えばコンプリートと。ちょっとね道中あの滝とかを何個も見たんでね、あの軽いあのサファリパーク気分なんですけど、ちょっとまた面白いものがあったら撮っていきたいと思います。こんな感じで時間が経ったら回します。はい、到着しました急にテンション上がる。はい、ということでスタジアムに到着いたしました。試合は 0-1 で敗戦と、マッシュもちょっと途中交代しちゃったということで、ちょっと残念な結果にはなったんですが、まあ多分マッシュと話せるのかなというのと、アミゴを応援してくださってるプッカドラのカジ社長がいらっしゃるということで、ちょっとそのお二人と話せればいいなと思います。アミーゴ T シャツ、さすがスカイさん、アミーゴ、アミーゴ、おー、お疲れ様です。お久しぶりです。はい、カイさんです。毎度毎度ということで、ちょっと僕が今到着したんで試合終わっちゃったんですけど、今日揃っちゃったっすね。本当にカイさんにいろいろ支えてもらってるんで、久々に会えてちょっと嬉しいです。いやー、こちらこそです。いつも宣伝ありがとうございます。いやいやいや、じゃあ広報部長なんでやらせてもらってて、で、リーグ T シャツどうなんですか、再販は。まあ、しちゃう、ちょっとしたいですね。再販しようか、どうか。まあちょっとそこは、はい、します。あの今後告知させていただくってことで、あのプッカドラさんの新作だったりとか、あの服とかも、はい、あの随時皆さん購入お待ちしてますんで、お待ちしております。またちょっとカイさん今後もよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとあとでマッシュ待ちますか。ダメ、なんかあれマッシュっぽいな。なんかでもカイさん、カイさんなんかこのこれなんかマッシュっぽくないですか。こいつぽいね。ぽいっすよね。ぽいね。ちょっと行きますか。行きますかよいしょ。サンキューブラザー。はい、毛量多いなお前。マッシュさん人気。サイン作ったんですか。
海さんが。頂点。第1回目だ。初めて学祭。うわ。お前一番人気じゃん。マジちょっとサイン見して、マジサイン見して。一番人気。俺が新しくなったマッシュへのサインです。センターじゃない。普通にあのお前髪の毛ダサー。はい、毛多すぎやろお前。はい、はい、ありがとう。やばい、これ帰れるかな俺。いいよお前、走って帰れよ。持っていてよ。すごいな。しかもみんなプッカドルワですね。そしてこのサインを書いてるこの服もプッカドルワと。このプッカドルの社長が海さんと。はい。この動画多分いいっすね。いいよね。すごい。いや、子供に夢与えてんな。もうだって。今日一。うん。今日一人気。誰？誰この選手と思ったら、アミーゴのマシです。すごい並んでる。ということで、ありがとう。マシュー選手、今日どうでした？今日は、この緊張により、はい、マシュー選手、声入ってないですね。60分出してました。60分出してたと、はい、練習不足だね、どう考えても、はい、練習不足です、うん、いいよ、みんな映る？アミーゴ、いいよ、映っちゃおう、はい、もっともっと嬉しそうにして、イエーイ、最後に俺がせーのって言うからアミーゴで締めて、はい、行こう、行くよ、行くよ、せーのアミーゴー、ナイス、これマジ好感度アップでしょ、これやばいでしょ、子供のパワー、イエイ、じゃあみんなに、はい、じゃインタビュー、今日のマッシュ何点？ゼロ、ゼロ、すごい、ゼロ、100点、やっぱすごかった、マッシュのやっぱ何がすごかった、みんなドリブルパス、マッシュドリブル、なるほどね、多分マッシュこの動画見てめっちゃニヤニヤすると思う、うん、ありがとうね、バイバイ、バイバイ、はい、お疲れ様です。ちょっとあの成人男性男顔パンパンはきつい画面だと思うんですけどあのまあいいかなってことで、ちょっとねあのマッシュ君今日残念ですね、非常に、やっぱあのプレーが俺はちょっとなんかなって思っちゃったプレーがあったんだけど、3時に来たけどね、あ、そうっす、試合終わってから到着しました、試合見てないです、マシュごめん、本当に言ってる本当に言ってる試合見てない、1分も YouTube でじゃあ見れなかった、全然見てない、3時に着いた、さっき着いた、あ、さっき着いた、おー、そう、全部着いた、全部で、で、あのお前のプレーは YouTube を通して見ました、あのこれがマッシュかなぐらいそうだよね、画面の、こんなもんだ、そう、こんなもん、多分これマッシュっすとか言って、まあ、まあでも0-1ちょっとね、悔しいですよね、今のところ僕が見に来た試合は全部負けと、ちょっとマッシュ、強くなります、強くなってください、一応ね、あの子供たちにもすごい夢を与えてるなっていうのはあの僕思いました、僕いっぱいサイン書いたんで、ちょっとやっぱ、うん、僕すっごいいっぱいサイン書いたんで、僕すごい夢を与えてると思いますよね、ちょっと撮ってくださいよ、マシュー、すごい長蛇の列でサイン、また上手くなって、もっと大物になって、そうだね、はい、そしてあのやっぱりあの子供たちが着てた服が全部ぶっかとる、社長会えない時期は続きますけど、まあ、それぞれねその場でできることやってアミーゴとしてでっかくなっていけるように頑張っていきます、はい、 YouTuber になるいや間違いない、いやでもアミーゴの会社なんですよ、アミーゴの会社なんかこの辺にちょっと浮かぶ写真まあね、あのまたみんなで集まれるように頑張っていきましょう、はい、会社さんまたお願いします、お願いします、ありがとうございました、走って帰れよ、負けたんだから。